いっぱいです。本日はこのような立派な入学式を行っていただきありがとうございました。って私以外に生徒がいないじゃないの。いくら新設された学園だからって私だけってどういうこと？あ、そっか、先生も今日赴任してきたばかりだったわね。仕方ないわね。続けるわ。8年前、私たちの世界は薬災に遭い、魔獣の襲撃を受けました。家族や友達を失った生徒もたくさんいます。私はその時何か知恵を出すことも行動することもできず、自分の無力さを痛感しました。その後も魔獣の攻撃は続き、消失した我が家から離れ災禍の中この土地にやってきました。生活が少し落ち着いた頃、異世界の力を借りて魔力兵器を開発したと耳にしました。しかし魔力兵器を扱えるのは10代の少女だけだと。そして私もその一人としてこの学園に入学しました。この学園はかつては歴史のある女子校でしたが、8年前の薬災からは休校になっていました。しかしこの春からは対魔獣の特殊養成機関としてたくさんの生徒が集まってきます。この歴史ある校舎で仲間と共に学び、学園の良いところをたくさん取り入れ、自分自身を向上させていきたいと思います。そしていつかみんなの笑顔を取り戻す決意を新たにして、実りある学園生活を送りたいと思います。新入生代表、立花サリー。
私は星川しおり。今日からこのチームでお世話になるわ。できる限りのことはするけれど、過度な期待はしないでちょうだい。次は武器。
器や衣装のバージョンアップよ。作戦に合わせたチーム編成が勝利の鍵よ。次はトレーニングね。しましょうか。間違えねえ、ご褒美はプリンでどうかしら。私に勝ったら報酬が豪華になるだろ。もっとも簡単に負けるつもりはないけどね。じゃあ行くわよ。じゃんけん。残念。今日は参加賞ね。まったく。明日は待たせるんじゃないわよ。
気が欲しいわ。